行われた貿易管理体制である関東体制、関東貿易体制などとも、ヨーロッパ商人との交易を、関東一項のみに限定し、独占的商人を通じて行った貿易体制であり、日本の江戸時代のいわゆる鎖国体制における長崎出島での管理、貿易体制と類似する。従来の中華帝国の交易スタイルであった。 超高貿易の位置形態とみなされることも多いが、実際は超高形式の儀礼コストを省略し、公衆現地における商人同士の通商行動を重視した五子システムと理解する方が的確である。関東は古来から南洋、インド洋諸国に対する貿易港として機能していた。しかし新朝が成立した当初は、停止政権などの反抗勢力が、 外国商人と連携することを恐れたことや、明朝の大日政策を継承して、日本を和光の拠点として警戒したことから、海外交易を制限する、解禁政策が取られた。17世紀終盤になると三藩の乱の平定、停止政権の基準など、国内の安定化に伴い、高規定は1684年に解禁を解除し、 外観の設置などの措置を行った上で、外国との貿易を公認した。当初はマカオなど4つの港が外国と護市を行う場所と定められた。日本、カンボジアをはじめフランス、オランダなどの護市諸国は、従来の徴工国とは異なり、中小とエビス小が港を通じて、交易を行う関係として把握され、区別された。外国との交易をめぐり、 公衆を管理する越海館は、敏海遺跡の管轄下のアモイ節海館の管轄下のネーハと競争関係にあった。18世紀半ばには、各地の物産が多く集まる港南を広配地とする、上、取引高の大きい大日本交易を担ったネーハが、優位に立つ。節海館は、ネーハの行政区内になる、朝鮮群島の定会に、 西洋の船舶が寄港する区域を設けたため、英国商人たちが定海に赴いて、木と茶などを買い付けるようになると、甲州の衰退は目に見えてきた。そのため、甲州に利権を持つ満州貴人や官僚などが、朝廷に働きかけ、建立22年に、建立帝は西洋人との交易の窓口を甲州に限定するようにと、神悟を出したのである。 貿易港が公衆だけに制限された理由は、西洋船を公衆に集中させることで、利益は関東だけにとどまらず、厚生省など広範囲に及ぶことも上、悟ルの中で理由の一つに挙げられている。当時、港南はすでに日本との交易をほぼ独占しており、それに加えて西洋人までもネーハに集中すれば、カナンが取り残され国全体のバランスが崩れる。 可能性があったためである。中国では、騎馬業と呼ばれる仲買人の活動が活発であり、秋代講期に解禁が緩和され国外貿易が許された際にも、数ある騎馬業の中から一部のものに取引を集約させ、同時に徴税も代行させ、彼らを通じて、すべての商人を把握する方策が取られた。明朝の後を継いだ新朝も、また同様に国内貿易、 国外貿易を問わず徴税に当たる木馬を当局が設定し、徴税と木馬業の小取引が一体化した制度を敷いていた。甲州でこうした木馬港は数十行あったが、後期58年以降、西洋貿易の取扱いは、関東13業と呼ばれる特権承認ギルドに制限された。こうした制度は、ヨーロッパ人の目には、全近代的なギルドの独占。 あるいは保護貿易政策と映った。しかし、重症主義の下で、国内産業の保護政策が取られていた、当時のヨーロッパ諸国とは異なり、黙っていても、海外へ物産が売れる新庁では、貿易に関する諸政策は、国内産業の保護というより平和の維持や、治安維持の側面が強く、関東13業による、貿易の独占も課税強化のための施策であった。 上記の権流定上サトルでは、ヨーロッパ諸国との貿易を公衆一項に制限すると同時に、貿易を特権商人のみに認めた、すなわち西洋商人を対象に公益項を関東一項に限定し、特権商人に貿易を行わせる体制であり、この上サトルをもって関東システムの成立とする。関東のファクトリー。デンマーク、スペイン、アメリカ。 スウェーデン、イギリス、オランダ。1780年。関東にシステム下で、ヨーロッパ商人は、西洋からの航海を経て、ポルトガルが、居留権を得ていたマカオに滞在した後、貿易シーズンである10月から1月に限り、行商人が設置した、高州港のエビスカン区域内に移った。この間、ヨーロッパ商人たちは、 エビスカン区域内に活動が限定され、新国の国内商人との直接取引は禁止された。貿易に際し、関東13行の中から1行を保証に指名する必要があり、指名された。保証はその外国船の交易に伴う納税、現地の新庁当局との連絡、交渉など一切を受け持ち、外国人と新国政府との直接的な交渉は禁じられた。 ヨーロッパ人に提示される商品価格は関税のほか端けや倉庫の使用料等の諸経費を含んだものであったが、その詳細な内訳は開示されず、ヨーロッパ人は税の詳細を知る機会は与えられなかった。また、ヨーロッパ人は保証の認可の下でそれ以外のものとも取引することはできたが、その際には、 保証に一定の金額を支払わなければならなかった。新庁が保証制度を敷いた目的は課税強化にあった。関東13行ら基馬校は自身の取引と同時に取引相手から調税を行い、それを会館に納税することになっていた。しかし商業に対する法的保護が十分ではなかった。新庁では大資本の集中。 蓄積が困難であって、木箱は十分な余剰資金を持たず、実際には購入品を転売しその代金から、関税を捻出していた。一方、当時イギリスが輸出に力を入れていた、毛織物製品は中国では、需要が薄く、木箱が輸入品を売りさばくまでに時間を要し、滞納や一部未納等を、税の安定的な輸入に問題が生じていた。 こうした状況に対し、視力の豊富な騎馬業に、納税の責任を負わせ、関税納入の安定化を図ろうとしたのが、保障制度であった。この体制は、保障に権限が集中するとともに、何らかのトラブルが生じた場合、清市当局がその責任を保障に転嫁する傾向を生じ、後に、アヘン密輸が激増した時にも有効な禁止策が打てない理由となっていく。 1830年、公衆関東システム下では、輸出品に、量的な制限が設けられたり、輸出禁止措置も取られ、外国側と紛争が発生した際には、その国との貿易が一時的に停止された。このような一方的な制限が行われたのは、当初、清志側では、開秩序に基づいて、これらヨーロッパ諸国を、超工国とみなし、 商人との間で行われた貿易も、超高貿易が変形したものと位置づけられていたことに由来する。ヨーロッパ商人は1759年制定の、防犯人商定という規則によって、生活や行動が厳しく制限されていた。このため、自国と外国商人の通行を禁ずる、いわゆる、解禁政策や、 従来型の徴工貿易の典型例とみなされることも多いが、実際には、公衆行を通じた限定貿易体制に近く、税関に当たる、越会館監督をはじめとする申告官僚と、保証と呼ばれる、関東13行の中から選ばれた商人に責任を負わせる、半官半民的な管理貿易体制であり、李氏朝鮮や琉球などの超工国とは異なる。 ご死として位置づけられていたことが、校長文献通行、大深回転などの資料から伺える。これは、日本の江戸幕府が、オランダ東インド会社に対して貿易港を、長崎出島一箇所に限定して、行動を制限しつつ、管理貿易を行っていた出島体制に対比でき、カトリック宣教師の排除という共通点も見られる。しかし、ヨーロッパ商人、中でも、 産業革命を経て商業が没効した英国の商人たちにとって各種交渉が必ず保障を通じて行わなければならず直に地方政府、中央政府と交渉できないことは不便の極みであった。中でも外国人に関する裁判を清志側が行おうとしがちな傾向は清志側の司法システムに不信感を持つヨーロッパ人にとっては抵抗が大きかった。 例えば、建立49年、英国船が、甲州湾で祝日の礼法を打った際、誤って、清川の役人を死傷させる事故が発生。激怒した、新国側は、船の貨物管理員を人質として、居留地を封鎖、貿易も停止した上、報酬の引き渡しを求めた。英国側が仕方なく、引き渡しに応じたところ、直ちに、 清志川の法に従って死刑に処されるという事件があった。こうした状況の打開を図るため、新朝との正式な国交、通商条約などを結ぶことが、現地英国商人から本国へ要請されていく。これらの声を受け、英国王ジョージ三世は、関東日光に限定された公益校の拡大や特権商人による独占公益の制限。 関税率などの改善のため、1792年に、ジョージ・マカートニーを主席全権とする、初の国王施設として派遣し、できうれば、通商条約を締結しようと試みた。マカートニーを乗せたライオン号は、翌1793年、カントンシステムを回避して、新朝中央政府と直接に交渉するため、カントンには立ち寄らず、 直接、渤海湾の大庫に入港した。しかし、清川ではこれは、超高施設と認識されており、熱下で秘書中の建立亭への越見時にマカートニーは、三期級高等の例を要求された。マカートニーはこれを拒否し、英国式に、皇帝の手に接吻するスタイルで配慮したものの、貿易改善交渉、条約締結は拒絶され、虚しく帰国した。 約20年後の1813年にもアマーストが国王施設として派遣されたが、1816年に、やはり三期旧高等の礼を要求され、これを拒否したため、家京三角への配越が叶わず、やはり目的を果たせずに帰国した。清川から見れば、海秩序の作法を下せぬ国である英国との交渉に、 身長管理が携わることはできず、英国側から見れば煩わしい作法を受け入れ、英国の威厳を傷つけることはできなかったため、結局両者とも国家間の公式な交流としては、扱わず、民間商人である保証と、反国策会社であった、英国東インド会社による民間交易を行うことで、互いのメンツに関わる問題を起こさずに貿易を行う体制が関連化した。 保証と胃の互形関係は微妙なバランスの元相互依存を続け、保証が資金難の際に胃が融資を行ったり、胃の不良船員が関東で起こした問題を保証が隠密に処理するなどの癒着まで見られた。胃の耐震貿易参入以降、産業革命によるイギリス側の購買力増加の影響もあり、貿易は年々拡大していき、胃のカウンターパートナーである。 保証に対しても多大な影響を与えた。当時の中国商人に大資本の蓄積は困難であったため保証たちは、新朝交換から融資を受け、それを通じて、彼らと癒着しヨーロッパ人から、大官の商人と呼ばれるものも出現していた。しかし1760年代以降、貿易の拡大とともに、いわ、保証に対し茶の購入代金の前貸しを行うようになり、 保証の資金借り入れ先は、慎長交換から家シフトしていった。さらに貿易の拡大は、輸入品の転売が困難なことから、保証の財政状況を極度に悪化させていた。関東システムのもとで貿易に参入できる中国商人は、制限されていたが、実際には、保証たちの間でも競争は熾烈であり、不利な条件で輸入品を購入し、 転売に失敗して倒産する事態が起きていたのである。海館当局は君ゆきを設立して、価格の統一と加藤競争の抑制を図り保証の保護を行おうとしたが、いが茶の購入代金の前貸しと絡めて、個別交渉を行ったことから君ゆきは機能せず、1780年代以降になると、保証の相次ぐ倒産が発生する。 また倒産までには至らずとも財政が悪化した保障たちは洋化店と呼ばれる本来大西洋貿易の資格のない中国人商人たちに名義を貸して貿易を許すようになっていったこうした洋化店はカウンターパートナーに地方貿易商人と呼ばれるインド在住の英国人あるいはインド人家境などで貿易に従事する民間商人を選択し この地方貿易商人、ヨウカ化店ルートが、アヘン貿易の担い手となる。ト東システムした、英国にとって、新国との交易品として、重要だったものには絹製品、陶磁器などがあったが、中でも、最も利益の高いものは茶であり、特に18世紀後半からは、英国内での需要の急増に伴い、輸入額が、飛躍的に増大した。18世紀前半には、 真の茶輸出先として、英国が占める割合は35%前後であったが、大量消費地であった英国本国で1784年に施行された気象棒により、茶の関税率が119%から12.5%に大きく引き下げられたこともあり、1790年代には、新国の全輸出の77%を占めるまでになった。 輸入量も1710年代は91トンであったが、18世紀半ばになると1360トンに急増。1800年には約1万1000トンにも及んだ。茶の取引の決済には主に銀が用いられ、大量の銀害によって新国へもたらされる。1751年の資料ではこの年の英国船が持ち込んだ。 商品総額13万ポンドのうち、実に12万ポンドが、茶などを購入するための銀であったという。このような旺盛な茶需要を原因とする莫大な貿易赤字を穴埋めするため、いは、インド植民地で産出されたアヘンを新国へ売り込む、ことになる。すでに新朝は1729年に、ポルトガル商人がゴアから持ち込んだアヘンに対して、 すぐさま金令を出していたが、1773年に、伊は、ベンガル地方産のアヘンを、千倍製下に置き、少量のアヘンを、秘密裏に、関東に持ち込むことを開始した。伊は、新朝の金令に配慮し、地方貿易商人に、アヘンの輸送を委託していた。このアヘンの取引を銀に限定することで、茶輸入で支払われる銀を総裁しようとしたのである。 地方貿易商人は、インド産のアヘン、綿花を、関東で販売した売上銀を、イ、関東財務局に支払い、イの、為替手形と交換。イはそうして得た銀を、茶の買い付け資金としたのである。さらにイは、アヘンを贅沢な箱に詰め、パトナ、ワーラーナシーなどの高級ブランドとすることで、さらに付加価値を高め、輸出を公然と拡大していった。 18世紀清のアヘン靴増加する、アヘン中毒者に苦慮した、新朝政府は、佳境元年にも新たなアヘン禁指令を発布するが、いわ、地方貿易商人たちを隠れ蓑のとして、アヘン交易には全く関与していないと主張。しかし実際には、アヘン販売に関わる貿易会社に対し、 胃の供給するアヘン以外の扱いを禁じており、胃がアヘン輸出を独占していることは公然の秘密であった。こうして、関東へのアヘン流入量は19世紀に入ると急増。1793年にはすでに、清志栄館の輸出入が均衡し、19世紀に入るとむしろ、清志の輸入超過となり、1816から1833年には、 アヘン輸出が英国の全輸出の34%を占めるに至り、逆に、新国からの銀の流出が問題視されるようになっていった。1800から1820年のアヘン年間流入量は270から300トン程度であったが、1820年代に入ると1140トンと激増した。1830年代には1200トン前後で、 推移した。アヘン戦争直前の1838年には2400トンに達し、この量はアヘン上院者の平均量から計算して400万人分に相当し、当時の深刻人口の100人に1人が吸引していた計算になる。しかし、この頃になると、地方貿易商人は独自の行動を取り始め、胃の千倍下から外れていた。 マールワー地方で産出されたアヘンを持ち、1817年に品種改良した安価なマールワーアヘンを新たなブランドとして新国へ輸出。イが取り扱う高級ブランドアヘンと競合したため、イによる独占体制は次第に崩壊していく。例えば1827から28年の耐震貿易額では、イが1328万ドル。 地方貿易商人が2600万ドル、1833から34年には、意が1245万ドル、地方貿易商人が3200万ドルと、むしろ地方貿易商人が意の2倍から3倍の取引となり、差も開いていくようになる。また1821年以来、アヘン密輸は、玉江加工街の霊長養場に停泊する。 船と呼ばれたアヘン専用貯蔵船で行われていたが、1830年代に入ると、地方貿易商人のアヘン船が、関東以外にも、遠く、両東半島まで北上して密輸するようになったり、逆に、関東以外からも新国船がやってきて、船からアヘンを仕入れるなどの動きも出始めた。この結果、関東の取引学者は5割程度となっていき、アヘン密貿易は、 関東システムの枠外へと拡大する。この状況に危機感を抱いた関東地域の官僚や行商人は、アヘン密貿易を関東システム枠内に呼び戻して、利権を確保すべく、アヘン貿易の合法化を推進。1836年には、大乗寺商協元の住みによって、アヘン貿易の合法化、民間人アヘン吸引の合法化、国内における、 消し栽培などのアヘン合法化案が正式に同工程に提出された。しかしこの提案は、関東地域以外の猛烈な反発を招き、かえって1838年に、希釈茂が乗用車に極刑を適用すべきとする上層案を提出するなど、アヘン現金論を喚起することになり、等、林即除など革新破官僚の賛同を得ていく。加えて、 英国本国における自由貿易要求の高まりから保障との貿易を意が独占する体制に批判が集まり始める。1801年にロンドンに成立した国際金融市場の存在はインド清志英本国という意を支える三角貿易構造に転換を迫る圧力となった。さらに関東貿易に米国商人が進出してきたことも異の。 独占体制崩壊の一因となった。18世紀末以来、米国商人は茶を原銀で購入していたが、一支から脱した地方貿易商人は、マールワーアヘンの利益で米国手形を購入するようになっていったのである。このため、米国商人の取扱い高は1833年までに、英国の貿易額の半分に達していた。 米国商人が銀でなく米国手形で、茶貿易を決済するようになった結果、1827年頃から、逆に銀が中国から流出し始める。法定レートでは、銀一両が、銅線線分に相当したが、銀が流出し出した結果、銀高同安となり、銀一両が1500から2000分と急激に銀高が、進行。地長銀制により、 新国内の税金は、銀納が義務付けられていたため、事実上の増税となって納税者を苦しめるとともに、大幅な税収の減収となって、新庁の財政にも深刻な打撃を与えることとなった。こうした中、1834年にの独占権は、撤廃されることになり、いわ小取引を全面停止。以後は、英国のインド統治機関としての機能のみとなって、 耐震攻撃からは完全に撤退した。い、関東委員会に代わって、関東貿易の管理と自国民保護、保障のカウンターパートとなる機関として、英国政府は貿易監督官を創設、初代として、ウィリアム・ネーピア海軍大佐を関東に派遣した。ネーピアは、パーマストン外相から、新朝政府との直接交渉を模索せよとの訓練を受けており、いよいよ、 清日で両国が直接交渉する時代が始まっていく。林即女医の独占化に甘んじてきたジャーディンマセ損傷会をはじめとする新興貿易商社の後押しを受け、ネイピアは従前の関東システムの観光を無視して英海軍フリゲート艦で乗り込み、保証を通さず、両校総督路羊猿との直接交渉を要求するなど強硬姿勢で臨む。 しかし、清川は、ネーピアの要求を、ことごとく却下。結局ネーピアは何ら外交を挙げることなく、マカオに退去させられ、1834年10月11日に、隠しした。ネーピアの後任となったジョン・デイビス、ジョージ・ロビンソン、チャールズ・エリオットらはいずれも、ネーピアの失敗を受けて、茶貿易において優和的政策を取ったため、ジャーディン・マセソンは、 不満を高め、広大な市場を求めて、関東郊外の宴会部に、独自の販売ルートを開拓していくことになった。このため、同行17年に、新朝政府が発令した、国外退去命令で、ジャーディン・マッセソンは真っ先に名指しされることになる。一方一向に解決しないアヘン取引の増大に、同行18年、 同皇帝は改革派官僚の林即嬢、勤差大臣に任命して、関東に派遣、武力による、アヘン密輸の取り締まりに当たらせた。しかし林の強行策は、英国側の反発を招き、ついに1840年から2年間にわたって、アヘン戦争が勃発することとなった。杭州に侵入する英仏連合軍アヘン戦争の敗北の結果、 1842年成長は、英国との間に、南京条約を締結。南京条約では、甲州の他に、福州、アモイ、ネーハ、上海の、慶吾港が、開港地として規定され、君行き制度の廃止、貿易自由化、対等な交渉などが定められ、ここに関東システムは、形式上解体された。同校24年には、 アメリカ・フランスとの間にも同様な防火条約、候補条約が締結された。南京条約締結の席上における、金佐大臣イリヌの発言、イギリスが望むものは通称だが、中国が望むものは、徴税が示唆するように、イギリス側が、独占や、不加税の強化と捉えた、保障や君行きは、清氏にとっては、関税徴収のための制度であった。南京条約で、 保証制度が廃止されると、清川が懸念したように脱税が横行することになり、ヨーロッパ人が総税士を務める、洋石が設立されるまで、この混乱は続いた。英国は、開港により、インド麺の販売先として、新国の広大な市場に期待していたが、メニュー室は横ばい状態であり、実際には、アヘニュー室と、茶輸入が急激に拡大したのみで、 貿易構造自体には変化はなかった。貿易自由化により一時は、多数の中国商人が貿易に参入するが、関税納入の重積から解放された、旧保障たちは、視力、茶会付けのコネクション、港湾の敵地に持つ倉庫などの利点を活かして、活動を続け、貿易の担い手はほとんど変わることはなかった。しかし、1840年代末から、 茶の買い付けに新たな商人が参入するようになると、茶の輸出ルートは関東から上海へ移行し、急保障の活動は衰退する。外交交渉に関しては、金佐大臣に任命された両好総督と英国領となった香港島に駐在する香港総督の対等交渉が謳われたものの、金佐大臣は皇帝の際かなく交渉を行えなかったため、 これまでの交渉と対して変わらず、英国側の苛立ちは募っていく。南豊四4年に英国は条約改正を要求したが、南豊三角の宮廷で、排外的な主張が強まっていたこと、及びクリミア戦争などの英国側の事情により、交渉は進展しなかった。そんな中、1856年に、アロー号事件を契機として、アロー戦争が開戦。 これにも敗北した清朝は、A、英、露、米、仏から、天津条約を突きつけられるが、批准を拒否したため、英仏軍の再襲来を招き、結局皆、豊か10年に、北京条約の締結を余儀なくされた。従前の信頼試研究では、二度のアヘン、戦争敗北後による、不平等条約の締結が、関東システムを崩壊させ、やがて、西欧列強による、 植民地化を招き、その後革命へと続いていくという歴史の流れから、南京、北京条約を活気として重視する、ウェスタニン,ンパクト論が主流を占めていた。しかし、近年では両条約は一部の西洋諸国との関係が変化したのみで、それ以外の国々との関係や、国内通商には本質的に変化はなかったとし、むしろ開港の以前と以後の連続性を重視した。 超高貿易システム論、アジア観光易論や、関東が上海に置き換わっただけとする、上海システム論などが提唱されている。南京、北京条約についても、当初は、必ずしも、不平等とは捉えられておらず、それが自覚されるようになったのも1890年代から20世紀初頭に、かけてであった。二次にわたる、アヘン戦争の結果、清朝は、 関東にシステムを解体し、新たに沿岸各港を開港し、皆、豊か十一年には、総理各国事務画門という担当機関を設置したが、清志側には、近代ヨーロッパ的な外交を行っているという意識はなかった。1860年代から、それまで、エビスムと呼称されていた外国事務が、業務と言い換えられていくが、1890年代以降のように、 外務と呼ばれるまでには至らなかった。業務の主な内容は、これまでの五史という語から通称という語で表現されるようになった。そして、新たに通称の管轄拠点となった上海を中心に、新たな上海システムが形成されていくことになる。この新体制において、清から見た他国は、条約を締結した、有約通称の国。 条約を締結しないまま通称を行う、無約通商の国、それ以外の国及び従来からの超工国に区分していた。1854年の日米は新条約と1857年の日米修好通商条約によって、欧米諸国に対して開港した日本も、またこの上海システムへの参入を図っている。1862年には、 幕府が派遣した千歳丸が渡り清。ただし千歳丸はオランダ商船として税関の手続きを行い、上海の同大に接見する際もオランダ領事が随行していた。今後日本が継続的に上海で交易するため、駐在領事派遣も含めた新たな体制づくりを交渉しに来たものであり、上記のそれ以外の国から、 無約通商の国への格上げを図ったものである。日本の開港は、上海の貿易派ブ港としての重要性を、さらに増大させていた。実際、1860年代から、英国商人が日本に大量に免許を輸出するようになったが、実際にはそれら商品は、英国からもたらされたものではなく、上海で輸入されたものであることが判明している。 ただし、千歳丸の後に2回派遣された、県順丸と合わせ都合3度にわたる交渉に対し、新国側の疑念が強く、進展しないまま、江戸幕府は崩壊。明治維新を経て成立した、新政府は、万国広報に基づく対等な国家関係を、希求していくようになる。関東システム思考以前の17世紀後半から18世紀前半にかけて、 ヨーロッパの知識人たちにとって、新国の社会は、実体ではなく、同型を抱かせる巨像として理想化されたため、死のわずりなどの流行が見られた。しかし18世紀後半に入ると、モンテスキューやアダムスミスらのように、新国を理想郷として捉えるのではなく、アジア的停滞と先生の社会として批判的に受け止める思想化が現れ始める。 それら現実的な批判の根拠として、いや、施設団による真の見聞録が一助となった。1793年に英国から派遣されたマカートニー施設団の目的の一つは、新国の情勢を探ることもあったため、施設団の中に新国研究家も含まれていた。施設団の初期間で副資格だったジョージ・ストーントンは帰国後の1797年に、 施設団実機を表し、北京大大湖関東の内地旅行の詳細や、深刻社会に関するエッセイとして、英国に紹介された。またこの著書を手伝った、施設団会計係のジョン・バローも1804年に、中国旅行記を交換している。1804年に、関東にトライした、宣教師、ロバート・モリソンは1809年から愛の通訳官となり、 中英辞典の編纂を行っている。1822年にマカートニーは、現状においては、ヨーロッパ諸国民に比べると一個の半野蛮国民となっていると、モンテスキューの見解に近い評価を与えている。また、イ・ファクトリー諸機関のジョン・デイビスは、イの商業活動停止後もトンに残り、ネイピア死後の第二大貿易管理官に就任したが、1836年には、 大著中国論を出版している。こうした一連の著作により、同時代のあるが、ままの深刻事情がヨーロッパに紹介されていったので、ある。ありがとうございます。